ブライアン・ボルはアイルランド王。それまで続いていたアイルランドの名家ウィニール一族によるアイルランド女王の独占を終わらせた。父ラルカンのコケネティック及び特にアニマスガマンの業績をもとに、ブライアンはまずマンスター王になり、ついでレンスターを征服し、最終的にアイルランド王になった。また彼はアイルランドの名門オブライアン家の創始者である。 当時のアイルランドには人口が50万人以下だったのに、大使大小様々な地域に150人以上の王が乱立していた。前のアイルランド女王であった南ウィ・ニールのオードムナルのコモール・セックネールは同族である北ウィ・ニールの主力の2つの文系ケネルエオガンとケネルゴニールに見捨てられながらも、1002年にアスロンデブライアンを新しい上王として認めた。 続く10年間、ブライアンは、彼の権限を拒絶した北、ビニール、頻繁に抵抗のあったレンスター地方、ノース系アイルランド人のダブリン王国に対して、戦った。ブライアンが苦労して、手にした権威は1 0 1 3年に、同盟者モール、セックネールがケネルエオガンオフライスバールタフハウィー、ニールとアルスター人から攻撃された時に、深刻な試練を受けた。 この試練は、ダブリン王、シトリック・シルケンベアーと配下のダブリン人と、レンスター王、村肌のコモール・モルダに率いられた、レンスター人によるモールセックネールへの攻撃へと続いた。2013年にブライアンはこれらの敵と戦闘を行った。2014年の、正金曜日、ブライアンの軍は、ダブリン近郊のクロンターフで、レンスター・ダブリン連合軍と衝突した。 クロンターフの戦いの結果はブライアン、彼の息子ムラハ、そして相手のモールモルダまで殺される、血塗られたものだった。アルスター年代記の記人の死者のリストには、アイルランド王、ノース系アイルランド人、スコットランド人、スカンディナビア人が含まれる。この大量殺戮で一番恩恵を受けた人間は、アイルランド女王に服井したモールセックネールだった。 ノース系アイルランド王人やスカンディナビア人も、ニャールの差が、オークニーの差が、三逸した、ブライアンの差がといった作品でブライアンに言及した。ブライアンのモールモルダ及び、シュトリックとの戦争は、ブライアンの複雑な婚姻関係、特に妻ゴルメスのそれとも連れ合い絡み合っていた。ダブリン城、チャペルロイヤルの外にあるブライアン・ボルの彫刻多くの、アイルランドの年代記は、 ブライアンは1014年にクロンターフの戦いで命を落とした時数えるし88歳だったと記載している。もしそれが正しければ、これは926年か927年という早い時期にブライアンが生まれたことを意味する。逆算で得られる他の少年を示す情報は923年か942年である。彼は一部族ドールカイスの王であり。 ドゥアドゥムム王であったラルカンのコケネティックの12人の息子の一人であった。ドゥアドゥムムは現代のクレア県にあたるマンスター北部の小王国である。後世の改ざんかもしれないが、ケネティックはキャッシェルの王位の相続人か後継候補を意味するリグダムなケイジルとして記録されている。ブライアンの母は西コノートイエヌ、メイシーラの王村派のコアチャードの娘ビー・エビンだった。 生まれた土地が ENU ブラインシーラに属す土だったことがドールカイス周辺で珍しいブライアンという名の由来であるかもしれない。ブライアンはドゥアドゥムムの町キラローの近郊らで生まれた。ブライアンの死後の聖ボルマはキラローの北にあるドールカイスが支配した鳥でビールボルマを引用したものかもしれない。ボルマの由来を説明するもう一つの説はおそらくは 後世の再解釈かもしれないが、この異名は強力な君主としての力を引用する、古いゲール語ボルマを表現している、というものである。父が死んだ時、ドゥアドゥムモの王位は、ブライアンの兄マスガマンに継承され、マスガマンが976年に殺された時、ブライアンはその地位に就いた。その後、彼は、マンスター王国全土の王となった。ブライアンは、ドールカイスに属していた。 ドールカイスは、今日のクレア県に相当する部分を含むシャノン川、川口北部を領有していた ENDG 起源の信仰の一族であり、新しいトモンド王国の中心を形成した。はじめの頃彼らの先祖は、今日のリムリック県でいくらかの土地を持っていた。しかしその地には旧世紀には ENU、フィジェンタイが侵略し10世紀には、ノース人が侵入してきた。シャノン川は、 このオトミンス領地方の吸収に手頃な経路だった。ブライアンの父ケネディクと、アニマスガマンはカー輸送の教習を実行しており、そこに若いブライアンは間違いなく参加していたと思われる。これはおそらく後に彼が評価を受ける経歴の一つである海軍のルーツだろう。このドールカイスに対する重要な影響は、シャノン川の曲がる地境に位置するなり、アイランドフィールドの名で知られる。 アイルランド系ノース人の都市リムリックの存在だった。ノース人は、シャノン側から、たくさんの襲撃を受け、そしてその襲撃などに、ドールカイスはおそらく優れた武器や船の設計、成長力に寄与するであろうすべての要因のような、技術革新に触れるなど、いくらかの影響を受けていたと思われる。964年、ブライアンの兄マスガマンは、古くからの由緒ある。 マンスターの王朝をオーガノクトノとキャッシェルを攻撃して、名高い白ロックオブキャッシェルを占領し、マンスター地方全土の支配を主張した。オーガノクトは世襲の王権であり時には、マンスター女王であったが、王朝内部の闘争と度重なる暗殺によって、今や無力なまでに弱まっていた。はじめの頃のビニールとバイキング双方からの攻撃も、要因の一部であった。 この状況は正当的でない地方王権を奪おうと、試みる、軍国化した、ドールイスの行動を許した。しかしながら、マスガマンは、決して完全には認められず、キャシェルからは半ば部外者ながら遠く、マンスター南部に勢力を持つ正当なオーガノクとの、要求者、ブライアンのコモールムアドによって960年代と970年代を、通じて、否定を受け続けた。また、 モールムアドに加えて、ノース人の王リムリックのイーバルは脅威であった。イーバルは、地方かその中の地域でのいくらかの王権の確立を、試みようとしていたようでもあり、アイルランドの諸国との戦争は、実は、彼がこれを達成していたと再主張している。イーバルは、名高い967年のスルコイとの戦いで、マスガマンによって打ち破られたが、 しかしながら、この勝利はまだ決定的なものではなく、ノース人の兵士や当局をマンスターから追い出すためマスガマンはモールムアドたちと一種の短期軍事同盟を結び、やっとのことで972年にリムリックの要塞を破壊した。しかし、権力を要求するアイルランド人の二者はすぐに戦闘状態に戻った。そして、976年に偶然カハルノコ、 ドヌバンがマスガマンを捕虜にしたことで、モール・ムワドは彼を殺し、続く2年間キャシェルの王として支配した。ブライアンは、マスガマンの後を継いだ。ドール・カイスは兄マスガマンがいなくなった後も依然として、強い軍事力を保持しており、ブライアンはすぐに自身が、兄と同様に優秀な軍事司令官であることを、証明した。すでに十分弱体化していたイーバルを977年に、 片付けた後、彼は978年にモール・モルダに挑戦して、決定的なベラクレクタの戦いで打ち負かした。もはやオーガノクトは、マンスターでの存在を失い、決闘に基づいた、この地方の伝統的な王位でないながらも、ブライアンとドール・カイスは覇権を握った。モール・ムアドへの勝利と前後して、ブライアンは、ドヌバンとカハークアンの戦いにおける、ノース人軍の残党を一掃し、 おそらくイーバルの息子たちと後継者アラルトを滅ぼした。彼はそれから、ノース人の一部に、今の住まいにとどまり続けることを許したが、彼らは裕福であり今や、経済源となった、ブライアンの艦隊との地域の取引の中心だった。兄マスガマンの宿敵モールムアドの息子キアンは、後に、ブライアンの忠実な名優となり彼のもで、たくさんの活動に携わった。 地元マンスター地方の支配を揺るぎないものとした、ブライアンは、権力の拡大のため近隣の東のレンスター地方と、北のコノート地方に目を向けた。それによって彼は、ミース地方に基盤を持つアイルランド女王モール、セックネールと衝突した。982年から997年までの、続く15年間、ブライアンが、かつての父や兄と同じように、 シャノン川二海軍を引き入れて、川の両側のコノトとミースを攻撃し、対する女王モール、セックネールは、継続的に、レンスターとマンスターに軍を送り込んだ。彼はこの戦いで何度も敗北して、経験を積み重ね、そこから、その後の戦いで大きな力を発揮する陸軍と、河川、海岸双方に展開する海軍を組み合わせた、軍事戦略を開発した。支配下にある、 アイルランド系ノース人の都市からの派遣団を含んだ、ブライアンの海軍は間接的な意直接的に陸軍を支援した。遠く離れた場所から敵への陽動攻撃を仕掛けている艦隊が間接的な支援をし、翼方囲の一翼として行動する海軍が直接支援し、陸軍がその他の翼を担った。996年にブライアンはついにレンスター地方を掌握した。 これは次の997年にモールセックネイルの意志を妥協に至らせた。つまり、モールセックネイルは、アイルランドの南半分である EN、レスモが絵のブライアンの権力を認識することで、自身は EN、レスクイン、アイルランドの北半分、ミース地方、コノート地方、アルスター地方から構成される。絵の権力だけを維持している状況に直面している。 事実を率直に受け入れた。彼がきっちりブライアンの権力に従ったので、998年に、レンスター王が屈服シムラハダのコモールモルダに、交代した。モールモルダが置かれた、この状況下で、公然とブライアンの権威への抵抗を起こしたことは、驚くものではない。それに応えてブライアンは、モールモルダの名誉であり、いとこのストリックシルケンベアードの支配していた。 アイルランド系ノース人の都市ダブリンの方を意図して、マンスター地方の軍力を集めた。モールモルダとシトリックは共に、工場戦の危険を回避して、ブライアンの軍と改戦することを決めた。そうして999年、ブライアンと反乱軍は、グレン・モウマの戦いで戦った。この戦いについて語られている、朝から真夜中まで続いた、あるいは、 レンスターダブリン合同軍側が4000人の死者を出したといった話には疑問の余地があるが少なくともこの戦いが特別に激しく血塗られたものであった点についてアイルランドについての年代記の記述はすべて一致しているいずれにしてもブライアンは都市を占領して富を略奪した32年前のスルコイとの戦いの余波のように勝利を収めたもう一度 しかしながらブライアンは和解を選んだ。彼はシュトリックに戻るように要求しダブリンの支配者としての彼の地位を回復し、かつてオガノクとオーキアンにしたのと同じように自分の娘の一人をシュトリックに目とらせた。ブライアンがシュトリックの母であり、モール・モルダの姉妹でもありモール・セックネールの前妻であるゴルメスと結婚したのはこの時かもしれない。 ブライアンの野心は997年の和解では満たされていなかった。それは千年、彼が女王モール、セックネールの領地、ミース地方へ、マンレンスターダブリン連合軍による攻撃を主導した、ことで明確になった。アイルランド全土の派遣をめぐる争いが再開された。モールセックネールの最も重要な同盟者は、この音を耐えぐの子、コンホバルの子か、ハルだったが、これは、 たくさんの問題をはらんでいた。ミース地方とコノート地方はシャノン側によって分断されていたが、これはブライアンの海軍がどちらの地方の基地も攻撃できるルートであり、一方で二人の支配者が攻撃し合う際の障壁として機能していた。モールセックネールは二つの橋をシャノン側に架けるという独創的な解決法を思いついた。これらの橋は、 シャノン川を訴状するブライアンの艦隊を妨げる障害として一方でミース地方とコノート地方の軍が互いの王国を行き来できる手段として機能するだろう複数の年代記は1002年にモールセックネールが女王の称号をブライアンに譲ったと述べているがその理由については何も触れていないアイルランドの諸国との戦争ではブライアンがミース地方のタラの丘で女王をモール セックネイルに戦いを挑み、女王は軍を動員するため1ヶ月の休戦を要求したものの、モールセックネイルは配下にあたる各地域の支配者を期日までに集めることができなかったためにブライアンに称号を渡さざるを得なかったと書いている。しかし、ブライアンの戦い方を考えてみると、この説明にはいくつかの疑問がある。もし彼が敵を自分に有利な状況で敵を発見したのであれば、 中途半端であっても敵に時間を与えるよりはむしろ、その優位性を十分に活用したはずである。また、モールセックネイルとブライアンの間の戦闘の長さと激しさがあれば、女王が戦うことなしに称号を譲るとは、考えづらい。実際に戦闘が起こったかどうか、そしてその戦闘が特殊な状況下にあったのかについては、いくらか疑いの余地がある。しかしながら、一般には、 1002年にブライアンは新しいアイルランド女王についたことが受け入れられている。それまでにこの称号を持っていた何人かと違って、ブライアンは名目上ではない実態のある上王になるつもりであったが、これを達成するために彼は未まだ自分の上王としての権威を認めない唯一の地域アルスター地方の支配者を自身の意思に従わせる必要があった。アルスターの地理は、 ブライアンに困難な課題を提示していた。侵略軍がその地に入るルートは3つあったが、そのどれもが防衛する側に味方していた。ブライアンは初めに、これらの防戦のチョークポイントを通過なり迂回なりする手段を見つけ、その上で、さらに自治地域のアルスターを厳しく鎮圧するというプロセスを踏む必要があった。ブライアンが自分の目標を達成するために10年間を要し、 アイルランドの残りの軍事勢力のすべてをアルスターに投じたタコとはどれだけアルスター王が手強い相手であったかを示している。もう一度ブライアンは彼に勝利をもたらしてきた陸海軍の作戦を使った。アルスターの支配者たちはブライアンの進軍を止めることができた間、彼の艦隊が彼らの王国の騎士を攻撃するのを防ぐことができなかった。しかし、 アルスター地方へ足を踏み入れることはブライアンにとって目標の半ばを達成したに過ぎなかった。ブライアンは反抗する各地域の支配者を整然と打ち破り彼らに君臨する王者であることを認めさせた。ブライアンはアルスター地方の制圧と並行してアイルランド全土への彼の管理を強化するための別の手段を進めた。他のヨーロッパの地域と異なり、 アイルランドのローマカトリック教会は、教区の司教や広塚さ教区の大司教の周りではなく、どちらかというと総員が立つ土地の王朝の一員である、権力を持った修道院長のいる総員の周りに集中していた。最も重要な総員は、アルスター地方に位置するアーマーであった。ブライアンの顧問モールスハン・オカロルはア,アーマーの書において、1005年にブライアンは総員に、 金22オンスを寄付し、アーマーはアイルランドの宗教的な首都であり全ての他の総員は収集した資金を送らなければいけないと宣言したと記載している。これは賢い行動であった。なぜなら、ブライアンが女王の地位にある限りアーマーの総員の優位性が保たれるからである。それゆえに、ブライアンを全ての富と力で支えることはアーマーのための行為であることとなった。 ブライアンがアーマーの書のその下りに女王として言及されておらず、スコットラム先生君主あるいはアイルランドの皇帝として記されていることは興味深い。は、アイルランドにおける高機ラテン語の共通語意。スコットランドが小スコティアと呼ばれていた時に、アイルランドは日常的に大スコティアと言及されていた。 単なる推測に過ぎないがこれは、ブライアンと当時のアイルランド協会が共同して、アイルランドにおける王位の新しい形をイングランドとフランスの王位に習って確立しようとしたことを示唆している。そこには、もはや各地域の王は存在せず、単一国家にてその全土に権威が及ぶただ一人の王だけがいる。いずれにしても、女王なり皇帝なりとして、1011年に、 すべてのアイルランド各地域の支配者は、ブライアンの権威を認めた。これは一旦達成されるも、すぐに再び失われた。レンスターのモール・モルダは、一旦ブライアンの権威をしぶしぶ受け入れたが、1 0 1 2年に、反旗を上げた。アイルランドの諸国との戦争は、ブライアンの息子の一人が、モール・モルダを恥ずかしめたことと、それが、ブライアンの権威からの独立を宣言させることに、 つながったと記載している。実際の理由が何であれ、モールモルダは、反情王同盟を組む相手国を探し、つい最近ブライアンに下ったアルスター地方の地域、支配者を見つけた。彼らは共同して、ミース地方を攻撃し、土地の支配者である先代の上をモール、セックネールは、王国の防衛のためブライアンに助けを求めた。1 0 1 3年にブライアンは、 マンスター地方とコノート地方南部から軍機を起こして、レンスター地方に入り、息子村派の分隊は3ヶ月間レンスター地方の南半分を略奪した。村派とブライアンの軍は9月9日にダブリンの城壁の外で再び合流した。ダブリンの都市は封鎖された。しかしながら女王の軍の方が先に物資が尽きたために、ブライアンは包囲戦の中断を余儀なくされ、 クリスマスの前後にマンスターに戻った。クロンターフの戦いの油絵モールモルダは、もう一度1014年に女王が彼を打ちまかすために、もう一度ダブリンに戻ってくるだろうということに気づいた。彼は、ブライアンへ反旗を翻すことによって、ブライアンが復讐を敷いた、他の地域のすべての支配者の助けを得ることができると、楽観視していたかもしれない。もしその通りであれば彼は大変失望した。 なぜなら、アルスター地方すべてとこのート地方のほとんどが女王に軍隊を提供しないながらも、アルスターの一人の支配者を除いて誰もモールモルダを支援しようとはしなかったからである。彼がアイルランドのどの支配者からも軍隊を得ることができないことは、なぜモールモルダがアイルランド国外の支配者から軍隊を得ようとしたか、その理由を説明しているかもしれない。彼は自分の部下と、 いとこであるダブ人の支配者シュトリックに支援を得るため国外に行くよう指示した。シュトリックはオークニー諸島に渡り、その次に満島で足を止めた。これらの島々は遥か以前よりバイキングによって占拠されており、アイルランド系のオス人はオークニー諸島及び満島と親密な関係を持っていた。実際のところ、980年にシュトリックの父アブラブクアラン、 1990年にストリック自身によって島々のノース人を雇った前例があった。なお彼らの動機は土地ではなく盗みだった。アイルランドの諸国との戦争の主張を否定することになるがアイルランドを奪い取ろうとするバイキングの企てはそもそも存在しなかった。ダブリンのノース系アイルランド人とマンシマからのノース人の全員はモールモルダの軍に入った。 しかし一方で女王も同じように自軍にバイキングを抱えていたことを忘れてはならない。リムリックをはじめとしておそらくウォーターフォード、ウェックスフォード、コークといった都市のアイルランド系ノース人、そしていくつかの出典によればマシ島から来たノース人傭兵たちの宿敵関係にあるグループがそれに該当する。基本的に外国人たちが少数派として参加したことが このアイルランド内戦を特徴づけている。モールモルダが国外から得たどんな軍と一緒であっても、ブライアンが組織した軍は地元マンスター地方及びこの音地方南部の軍隊、それに古くからの宿敵モール、セックネイルの命令を受けたミース地方の男たちを含んでいた。一番若い息子ドナハの配下の騎馬軍隊に南レンスターを襲撃するよう命令したことに十分。 安心していたことから、彼は、数の上では、モールモルダの軍を圧倒していたかもしれない。女王にとって不幸なことに、数の上で優勢であったならばそれはすぐに失われた。ミース王との不和は、モールセックネイルが、援軍の派遣を拒むこととなった。ブライアンは、ドナ派を見つけて、文隊と共に戻ってくるよう死者を送ったが、その声がやってくるのはあまりに遅かった。 彼の問題を悪化させたことに、オークニー伯爵ロードバーの息子シグルドとマントの e n ブローダーに引き入られたノース人の派遣団が4月18日生、枝祭りに到着した。戦いは聖金曜日である5日後の4月23日に起こる。アーマーの聖パトリック大聖堂にあるブライアンボルの墓所の非対版戦いは、ちょうどダブリンの都市の北クロンターフで起きた。 どの司書もこのクロンターフの戦いが1日中続いたと記述しているように両者の勢力はちょうど均衡していたのだろう。この司書の記述は古代表現でもあるかもしれないが長く延々と続く戦いであったことを示唆している。英雄らしい1対1の戦闘での死からテントの中で祈っている時に脱走した万刀の EN、ブローダーに殺害されるという話まで、 どのようにブライアンが殺されたかについては、たくさんの伝説がある。ブライアンの遺体は、現在のダブリン県にあるソーズに運ばれて葬儀が、取り行われ、その後アーマーに運ばれて埋葬された。埋葬場所は、アーマー氏の聖パトリック大聖堂の北ヨローの、外側と言われている。ブライアンの一般的なイメージ、つまり、アイルランドでエンジンの占領から解放しの、 各地域の指導者をまとめ上げた統治者というものは、ブライアンが主要な役割を受け持っている12世紀の作品、アイルランド人と、イ教徒との戦の権限からの強い影響に始まるものである。現在ではこの作品は、かつてほぼビニールが独占していた称号であるエオーの地位をブライアン一族が取って変わったことの正当化を意図して、ブライアンの創尊ムルタウア・ブライアンからの委託によって、 作成されたものと考えられている。この作品は学者や世俗作家に影響したが、当時それらは決して大げさなものとは受け取られなかった。1970年代までアイルランドでのバイキングの活動やブライアン・ボルの経歴に関するほとんどの学術文書は書かれたそのままにアイルランドの諸国との戦争の主張を受け入れていた。ブライアンはアイルランドを ノース人の支配から解放しなかった。なぜならそもそもバイキングはアイルランドを征服していなかったからである。8世紀の最後の10年間、ノース人の侵略者はアイルランドの中の目標の土地に攻撃を始め、9世紀半ばに侵略者はダブリン、リムリック、ウォーターフォード、ウェックスフォード、コークといった後にアイルランドの最初の都市となる防御壁を備えたキャンプを設立した。 ほんの数世代の間で、これらの都市のノース人は、キリスト教に転向し、アイルランド人と異民族婚し、ゲール語、服装や習慣といったアイルランド文化を取り入れて、歴史家がアイルランド系ノース人と呼ぶ存在になっていった。このようなアイルランド系ノース人の都市は、ブライアンの生まれるはるか、前からアイルランドの政治局面で完全に融合していた。彼らは、 アイルランド人の支配者からよく攻撃を受け、他の支配者と共に同盟を結んだ。バイキングたちは、イルランドを征服していたというよりはむしろ、はじめこそアイルランドに侵攻してそのまま、墨付き派したものの、実際のところ、アイルランド人に同化された存在だった。ブライアンの最初の妻は、この男、EN、U、フィフレクエイドニーの娘モアだった。 彼女は、ブライアンの三人の息子村派、コンホバル、フランの母だと言われている。後の経図はこれらの息子たちはいずれも子孫を残さなかったとしているが、一方で、村派には、タドグという息子がおり、祖父や父と共にクロンターフで殺されたとの記録が残っている。南より、ニールの目立たない文家ゆう、イーダ・オットバの王の娘であるイクラットは、タドグの母である。 タドグの息子トゥールロホと孫ムルタは、ブライアンには去るとも劣らない権力や名声を得ることとなる。ブライアンの最も有名な妻コルメスは、レンスターのモールモルダの姉妹でありシトリックの母である。彼女はダブリン及びヨークの王アブラブクアランと結婚し、次にモールセックネールの妻となり、最後にブライアンの妻となった。彼女との子がイボニー、 タドグを1023年に殺したアトマンスターを40年間支配したドナハである。ブライアンは6番目の息子、ドーナルを持った。ドーナルは、父より早くに亡くなりながらもどうやら少なくとも一人、生き残った息子がいるようだが、その名前は知られていない。ドーナルはおそらく、ブライアンの4番目の妻として知られる、この音をタイグの子コンホバルの子かハルの娘ダブ、チャーブレイグとの子だろう。 ブライアンは少なくとも三人の娘を持ったが、その母親の名は記録されていない。サドブは、イニスファレン年代記に記録されており、モール・ムアドの息子である、オーガノクとオーケアンと結婚した。ビーエビンは来た、ウィ、ニール・オー、フライスバール・タファ・ウィ・ニールと結婚した。三番目の娘スロニーは、ブライアンの義理の息子にあたるダブリン・オーシュトリックと結婚した。ニャールのサガによると、 カーシー・アルファットという名の養子がいた。ブライアンの子孫は、ブリアン、オーブリエのブライアンなどの姓を名乗るウィブライアン、氏族として知られる。王はもともとであり、さらには名前を挙げられた人の孫や子孫を意味する、ウわから来ている。窃盗時はよく、ゲール語のアキュートアクセントであるの代わりに、アポストロフィを用いて、王と英語表現されている。オブライアン家は後に、 アイルランドの主要な王朝血族の一つに位置づけられる。ありがとうございます。